はい。今日は、笑顔を育むプラットフォーム、笑っての代表でいらっしゃる杉山豊さんにお話を伺います。杉山さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。よろしければ、まず最初に自己紹介からお願いできますか？はい。今ですね、僕は長野県の一番南の方にある飯田市というところに、住んで、いまして、個人事業で笑ってという、まあ、先ほどご紹介いただいた笑顔を育むプラットフォームということで、まあ、人々を笑顔にするための事業っていうのをやっています。僕もともと東京で働いてたんですけれど、やっぱ育児環境とか、あとは自分の働き方、改革みたいなものを自主的にやりたくて、まあ、家族との時間を作るために地方移住をして、まあ、今一つその個人事業で笑って、で、もう一つは、長野県全体で、一般社団法人、ローカルイノベーションイニシアチブという団体を立ち上げて、まあ、そこの共同代表をしながら、長野県内で活動をさせてもらってます。はい。ありがとうございます。長野広いですもんね。そうですね。かなり広いですね。はい。楽しみにしております。よろしくお願はい。いよしろしくおま願いす。します。はい。では、早速なんですが、重間さんはどのような夢やビジョンをお持ちでしょうか？はい。そうですね。僕自身は、やっぱりまずこの、笑ってという会社を立ち上げた背景にもあるんですけれど、まあ、もう本当にその会社の名前の通り、まあ、笑顔を作るっていうことを、まあ、自分の働き方として、まあ、自分自身がなかなかこう会社員の頃に笑顔になれる機会って少なかったりとか、家族との時間を作りたいって思っているけれど、会社員の頃ってやっぱサラリーマンって役職が上がれば上がるほど喉忙しくなって、まあ、家族との時間が減るみたいなことで、なんかこう笑顔をなくしてる自分に気づきですね。まあそんな中で、妻と、僕とでなんか一緒にこう話してる時に、なんか自分たちの共通点として、結構、幼少期から今まで妻も僕も、今本当、妻と子供3人いるんですけど、まあその妻と、まあ、話しながら、この自分たちって本当にその辛い時も楽しい時もやっぱ笑顔っていうのをなんか二人共通として大事にしてきたよねっていう話をしていて、まあその笑顔でもいろんな笑顔があって、作り笑顔もあれば、まあ本当に心から笑える笑顔みたいな、いろんな笑顔がある背景の中で、なんか本当に心から笑える瞬間みたいなものってやっぱ大事にしていきたいよね。とはいえ、まあでもやっぱ自分たちに関わる人たちが幸せになってほしいという思いがあって、まあ、二人の共通点と、その、自分たちのところにこう集まってくれる人たちが笑顔で居続けるみたいなことを大事にしていきたいなということで、まあ、サラリーマンを辞めた時にまだ会社やるかどうかとかも決まってない時に、はい。妻と二人で会社をやるとしたら、なんかどんな社名がいいかなみたいなことを話し合ったことがあって、まあ、その時に出てきたのが、この笑ってっていう、はい、事業で、まあ、この個人事業は2年、ああ、2年前、いや、4年前ですね、に、個人事業を立ち上げて、今も、まあ、活動としてやっているんですけど、まあ、本当に、僕自身にとってもやっぱ、結構、高校大学時代が一番僕、しんどい時期だったんですけど、笑顔で乗り切ったみたいなことがあって、辛いけれど、笑っていればなんとかなるみたいなこととか、でも、ずっとその仮面のような作り笑いをして、やり過ごした時間と、まあでも、今の妻と出会って家族ができてみたいな、幸せだなって思える中でも、いろんなこの笑顔を大事にしていこうということで、まあ、それを、作り出す、まあ、プラットフォームに、僕たちの事業がなっていったらいいなということで、はい、この事業の立ち上げを、考えて、僕自身は、そうですね、自分の手の届く人たちを笑顔にするっていうことを大事にしながら、はい、まあ、そんな会社ができたらいいねとか、そんな働き方ができたらいいねっていうことを、はい、ずっと考えています。
ありがとうございます。そうしましたら、すごい、まあ、夢というのは、すごい、この笑顔の力、笑顔を本当に、作り出す、そんな、まあ、交流だったり、プラットフォームになったらいいっていうことや、まあ、手の届く人たちを笑顔にするということで、お話しいただいたんですけども、まあ、出会った方を笑顔にしていきたい、そんな生き方をしていきたいというのを夢に掲げていらっしゃるんですね。そうですね。はい。あ、もう一個だけあって、僕の中では、実は、やっぱ家族の笑顔って、母親が作るって思っていて、母親の笑顔が常にあれば、やっぱり家族ってみんな結構笑顔だし、僕自身も幸せだと思えるので、僕のもう一つのテーマは、妻の笑顔を作り続けるっていう、はい。そんなこともちょっと考えて、この事業をやってます。ありがとうございます。はい。ではですね、それを具現化するために、どのような目標計画を立てていらっしゃいますか？まあ、僕、あまりがっつり計画練って、すごい逆算してみたいなこととかは、あまりやれるタイプじゃないんですけれど、まあ、でもやっぱり、人との交流っていうものを通じて、自分たちがどういうコミュニティの中で、どういう人たちとつながっていくのかっていうのを、やっぱすごく大事にしたいなと思っているので、一つは、僕、地域おこし協力隊という、制度を使って、東京から長野に移住してきたんですけど、その中で始めたコーヒーの焙煎技術だとか、まあ、コーヒーのイベント出店みたいな、ことを通じて、いろんな地域の人たち、あるいは、まあ、この地域に訪れてくれる人たちとの交流を深めているっていうのが一つです。で、もう一つは、笑ってハウスという、まあ、民泊、農家民泊を、やってるんですけど、まあ、今、民泊って結構、まあ、なんていうんですかね、無人で、鍵自分で管理して開けて、一棟貸しみたいなものとか結構流行ってるんですけど、僕たちの宿っていうのは、家族との交流っていうのを前提にやってるので、ホームステイタイプの、農家民泊をやってます。はい。なんで、が泊まりに来ると、もう家族と思いっきり交わって、はい、交流をしながら、一泊二日過ごして、その中に農業体験も入れてみたいなことをやらせてもらってます。ありがとうございます。では、民泊しに来た方は、杉山家の一員になるっていう、そのスタイルで合ってます？もうそうですね、はい、もう大親友であられる大家族みたいな感じで、子供は子供同士、家の中でもワイワイ。遊び回れるような作りになってますし、家の中にブランコあったりするんですよ。で、まあ、秘密基地みたいなロフト作ったりとか、まあ、この家を設計する、自分たちで DIY で作ったんですけど、まあ、その時に、子供が遊び回れる家っていうのが、自分たちが子供の頃に住みたかった家みたいなのをコンセプトにしながら、妻と一緒に、1年半ぐらいかけて手作りした。はい、宿に行ってます。ありがとうございます。じゃあちょっとそんな斬新な人との交流を、杉山家の民泊を使ってとか、まあ、コーヒーのね、焙煎を通してっていうところでされていらっしゃるようなんですが、その目標や計画に対して、現在どのような活動指針を持って、どのような基本活動をなさっていらっしゃいますか？そうですね、活動指針か。まあでもやっぱり僕たち自身がその笑顔を育むプラットフォームになるっていうことなんで、自分たちがやっぱ楽しめる環境をどう作るか。だからなんか儲けるためにやるとか、お客さんをガツガツ呼んでみたいな、ことよりも、どちらかというと、本当に大事にしたい人たちとつながっていくとか、本当に、つながりたいと思ってくれる人たちとの時間を大事にするみたいなことを、まあ常に、働いてる中では意識してますし、まあ、あとは来てくれた方たちが、本当にどうやったら楽しめるかみたいなことを、妻とやっぱり、来てもらったらどうしようかなとか、はい。そこで結構修学旅行生の受け入れをしたりとかもしてるので、そうなんですか。学生さんたちにこの農業を通じた、まあ、やっぱ昔ながらの農業とか、僕たちも実践してるので、で、その去年、
実際ここで取れたお米だよって言いながら、それで五平餅一緒に作ろうとか、なんかそんなことをやっぱ子供たちと一緒にやったりとか、はい、お客さんにもなんかそういう、体験をいっぱいしてもらうことで、なんか自然と笑顔になるとか、考えた先になんか一緒にこう作業をする喜びみたいなものを知ってもらうとか、はい、そういうことをすごく大事にしたいなと思って活動しています。ありがとうございます。すごいですね。修学旅行生の受け入れまでされるとなると、わかんないんですけど、一つの学校の一つのクラスの一つのチームというか、班だけを受け入れるという形ですか？そうですね、この南信州という地域が、すごく昔、20年ぐらい前から、その農家民泊として、子どもたちを受け入れるっていうことをやっている地域で、今でも高齢化でやっぱその受け入れの農家さんってどんどん減っているんですよ。なので、僕たちがやっぱこの地域の中で、貢献できることみたいなことを考えたときに、やっぱその減っている、受け入れ農家さんが減ってしまうと、その修学旅行の受け入れ自体がなくなっちゃうので、ここまで伝統としてもう何十年やってきた学校もあるので、なんかそういう子たちを、やっぱ僕たちなりにどう受け入れていくかみたいなこととか、で、うちに8歳、3歳、1歳の子供が今いるので、まあ、その子供たちとの交流も通じて、いろんな、まあ、都会にいた頃の懐かしい話を聞いたりとか、逆に僕たちがこの田舎で体験したこととか、経験したこと、今やっぱ考えさせられることも含めて、なんか子供たちと、なんかもう、すごく、僕、なんか、もし全然道が違ったら教師とかやりたいなとか思ってたんですけど、もう授業みたいな、感覚と、その交流っていうものを、なんか一緒にやらせてもらってる今感じです。ちょびちょ。ありがとうございます。はい。すごく、笑顔が、もう、お家に溢れる条件が揃ってるな、という感じですけれども。ではですね、そもそも、その夢やビジョンを持ったきっかけというのは何だったんでしょうか。そこにはどのような発見や出会いがあったんでしょうか。そうですね。僕自身、まあ、サラリーマンを辞めたとき、まあ、まずサラリーマン辞めるってめちゃめちゃ勇気がいることだったというか、まあ、毎月給料もらって生活してたので、給料がなくなる怖さってやっぱすごいあったんですけど、なんかそれでも、僕にとって結構後押しになったのが、実は妻が、まあ、学んでた子供を、まあ、育児をするための教育みたいなのを、自分で学びたいって言って、乳幼児教育アドバイザーという資格を取りたいということで、まあ、僕は会社を辞める前に相談を受けて、まあ、脳科学とか心理学をベースにした、育児教育みたいなものを、まあ、彼女が学び始めたっていうのが、実は僕の中では結構、大きなきっかけの一つ。もう一つあるんですけど、もう一つは、息子の誕生っていう、まあ、この二つが僕にとって、このまま会社の、まあ会社員をやり続けるっていう選択肢になんか疑問を投げかけてくれたというか。はい。で、まあやっぱ妻のその新しい学びをしている姿とか、新しいことにこう挑戦していく姿みたいなのを見ていて、なんかこう、僕は何のために働いてるんだろうなとか、自分の本当にやりたいことって何なんだろうなとか、なんか、やっとそれを考え始めたのが35、6ですかね。多分そのぐらいだったと思うんですけど。で、そのタイミングで、やっぱりその、息子が誕生して、その子供が、まあ子供のおむつをある日変えてた時に、なんか、男の子なんで、いずれなんか自分の進路に迷って、なんか、俺どうしたらいいかなって子供にちょっと聞かれるなんかシーンを想像したことがあって、僕は何て言ってやるんだろうなと思ったんですけど、やっぱ父親としては、いや、お前が好きなことやればいいんだよって言ってやりたいなと思ったんですけど、果たして僕は今好きなことをやってるんだろうかっていう、なんかその時の問いを自分に改めて投げた時に、ああ、なんかお金のために働いてるっていう現実を改めてちょっと考えた時に、じゃあ、僕は本当にやりたいことって何なんだろうとか、何がだろうっていうのをなんか考え直したときに、
まあ、当時やっぱその妻が学んでいた仲間の中でお父さんが一人だけいたんですけど、お父さんがやっぱその自分はまあ、父親として子供とどう関わっていくか、なんかそれが仕事になったら嬉しいんだっていう話をなんかしていて、で、そこに一緒にジョインしていたブランディングの近池さんという方がいたんですけど、まあ、それに壁打ちみたいなことをしてもらったことがあって、で、僕はそもそも何のために働くのかみたいなこととか、働いた先に何を求めているのかみたいなことをずっと深掘りしてもらったことがあるんですけど、この時にたどり着いたのが、僕はやっぱり家族っていうものがモチベーションになってずっと働いてるっていう、やっぱ家族の確かに支えになりたいんですけど、ただ家族のために、人柱になりたいわけではなくて、やっぱ家族との笑顔の時間を作りたいとか、家族と幸せな時間を作りたい。なんかそれが僕の働く理由であって、なんかこう幸せの瞬間でもあったので、まあどんどんこの家族との時間がなくなっていく現状では、なんかこの先、僕はなんか仕事ばっかりしちゃうんじゃないかとか、なんか子供と向き合えなくなっちゃうとか、なんか妻に全部押し付けちゃうんじゃないかとか、いろんな思いがあったので、まあそれでサラリーマン以外の道を初めて模索したっていうところが、まあスタートなんですけどね。で、笑っての授業で、一番最初に始めたのは、実は僕、結婚カウンセラーっていう仕事を、始めたんですけど、まあ、今まで、こう、ずっとやってても飽きないことみたいなことをなんか問われたときに、何があるんだろうって思ったときに、結構、高校大学時代、僕、人の恋愛相談にめちゃめちゃ乗ってたんですよ。で、結構、恋愛相談。非常に不毛なんですけれど、なんか、聞くだけ聞いて、なんか2時間ぐらい話聞いたら、なんか話せてスッキリしたって言って、勝手に解決して終わっちゃうみたいな。でも、あの時間、なんか僕にとっては結構幸せな時間だったなと思っていて、なんか、その人に共感して、その人の立場に立って考えてみたときに、なんか、辛さを共感してあげたりとか、逆になんかもしかしたらこういう思いがあるんじゃないみたいなことを聞いたときに、あ、そうかもしれないみたいなこう気づきを与えられるとか、あ、なんかその瞬間ありがとう、聞いてくれてありがとうみたいな時間っていうのが、なんか僕にとってはすごく貴重だったし大事だなと思ったときに、まあそれって仕事になんないのかなっていう問いから、いろいろ調べて結婚カウンセラーっていう資格を取るに至ったんですけど、はい。まあ、そこがきっかけとなって、その人の笑顔を作るっていう中に、一番最初は僕、夫婦の笑顔を作るっていうのが、まあ一つテーマにあって、妻はお母さんの、育児しているお母さんの笑顔を作るっていうのがあった。まあその二つ合わせて、最初は家族の笑顔を作る、事業として笑ってっていうのを作ろうとしたんですけど、いや、笑顔ってなんかもっともっといろんな人が、いろんな関わり方があって、なんかそう、家族、からさらに広がった先にもっといろんな事業ができるんじゃないかなっていうので、今の事業にたどり着いたっていうところもあります。ありがとうございます。いろんな経歴といろんな紆余曲折あって、本当に自分のやりたいこと、好きなことを本当に仕事にしたいという思いで、たどり着かれたのが今の形ということなんですね。はい。ありがとうございます。では、最後になるんですが、その発見や出会いの背景には何があったんでしょうか？もう、ここの背景には、まあ先ほどもちょっと触れましたけれど、僕にとってやっぱり妻との出会い、子供との出会いっていう、なんかこの二つですかね。なんか、まあ、さっき話にあった通り、まあそこがまさにモチベーションになってるっていうところだったんですけれど、まあ、よく家族経営ってなかなかうまくいかないみたいな話もよく聞いてたりしたんですけど、どうやったら家族との時間を増やしながら仕事ができるかっていうのをずっと考えてたんですよね。で、まあ、そういう中で、ああ、そうか、家族がもうそのまま一緒に仕事する環境を作っちゃえば、ずっと家族といられるし、なんか働いてる自分の姿を子供に見せるっていうことも、サラリーマンの時だとなかなかできないけれど、自分が、まあ、例えば、イベント出店してるコーヒーのところの後ろで子供たちがわちゃわちゃしてるとか、なんかお手伝いしたいって言いながら、
まあ、一緒に、例えばアルバイトで今8歳の息子が呼び込みしたりとか、自分でなんか考えた授業をやったりとかやるんですけど、まあなんかそういう自分でこういう環境を作りたいなって、得たのはそもそもやっぱ家族がいてだし、僕自身がやっぱりそうですね、長野の移住もそうなんですけど、妻が、まあ、そうですね、昔、クラシックバレエをずっとやってたんですよ。幼少期本直前までやってたんですけど、まあなんかそれをやめて結婚して、次のステージってなった時に、なんか今まで彼女が見たことない世界を僕は見せてあげることが自分の使命だと思っていて、なんかそれで、僕が選択して、妻が今どう思っているか、楽しいのか、悲しいのか、嬉しいのかみたいなことを、なんか常に結構妻には、問い続けてたりするんですけれど、まあ、今は本当に長野来てよかったって言いながら、まあ、この仕事も楽しみながら、今日も息子と娘がいてる保育園の子たちが自分の田んぼに来て、田んぼでわーって遊んで帰ってたんですけど、まあ、そういう時間作れたり、妻も自分で、虫除けのバームみたいなものを、畳で作ったりしてるんです。ですけど、なんかそういう仕事みたいなことを家でやっていて、で、僕は僕で、別の部屋でこうやって、オンラインをしてたり、仕事をしてたり。なので、こう、そうですね、僕が今この働いているこの環境を作れたのは、まあ本当に家族とか妻がいてのことだと思うので、なんかそれがなかったら、僕一人身でずっと働いてたら、多分会社員のままだっただろうなと思うし、ある意味、挑戦できたのは妻のおかげだと思っているし、なんか、未来を考えれたのは子供のおかげかなと思ったりはしていありがとうございます。じゃあ本当に、まあ、この夢に至られたきっかけっていうのは奥さんとの出会いだというふうにおっしゃっていただいたんですが、まあ、その、まあ、奥さんの笑顔を本当に笑顔にさせたいっていうその思いから始まった今のビジョンになるんですね。はい。はい、ありがとうございます。はい、今日は素晴らしいお話聞かせていただきありがとうございました。ありがはとうい、ございます。長野からのですね、本当に家族が本当に笑っていられるそのプラットフォームを通じて、皆さんの笑顔が世界中に広がることを私も応援させていただきます。ありがとうございました。がとうございます。ぜひ長野泊まりに来てください。はい、参ります。ありがとうございます。